こんにちは。今日は、その時代はどんな時代だったのかというお話をします。いろいろ調べていくと、その時代は夢うつつの時代であるということが書いてあるんですよね。で、その時代が夢うつつというのはどういうことかというと、そもそも、この世界は5000年周期でくる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 回っている。1年が5000年、もうちょっと言うと1日が5000年なんですよね。2500年間 の、 あの昼の時代、2500年間の夜の時代、この2つでできています。で、2500年間の昼の時代に突入したので、今私たちはあの昼の時代、王の時代と呼んでますが、昼の時代を、みんなが目覚めてきてね、生活が始まったわけですよ。生きているっていう言い方はちょっとオーバーなので、生活が始まりました。で、じゃあ過去の2500年間のその時代、夜の時代っていうのはどんな時代だったんだろうっていうのをね、やっぱりあの苦しさを引きずって、まだまだあの苦しみから抜けられない人たちが多いので、その方たちへのメッセージとしてその時代のことをお話します。その時代というのは夜の時代ですから、基本的にあのベッドの中であのずっと寝ていて夢を見ている。今ではなく未来や過去、夢というものに、支配されていった時代であると。で、この夢が何かというと、自分ではない何かが全て決めてコントロールしていた世界。ペイという体の中、肉体ですよね。肉体と、もうちょっと言うとペイ、この自分の体の外側、皮膚の部分の外側ですよね。まあオーロの外でもいいんですけど、それと内側の魂を分ける存在ですよね。の例えば肉体というと筋肉とかね、血液とかいろんなものが混じっちゃうので、皿、本当にその器ですよね。皿、ペイと呼びますが、ペイの中に魂があったというね、自分がいたという意味でペイを使います。で、ペイの中で私たちはずっとあのその時代を生きてきたわけですが、まあ、ずっと生きてきたっていうとその人になっちゃうんでね、その人じゃない王と僧の移行期に生まれる人たちね、この移行期で活躍する人たちっていうのは、祖が半分、王が半分というようなね、生き方をしますが、まあ、完全にその時代にいなかったわけでは私もないの で、 で今のね、20歳以上の人、まあ、正確には14歳、もうちょっとか、祖がかぶってるという点では7歳、今ね7歳ぐらいの子はそうでもない、 王の子たちですけど、それ以前の子は全員祖がかぶってますからね。その時代を知っています。その時代というのは互いに苦労して、苦しみ合って学ぶ時代です。これがどんな時代だったのかと言われると、先ほども言いました、2500年間の夜の時代、浮遊光線が当たらず心が成長せず物質が成長すると言われていますが、実際はペイの中で、いろんな千望縁とか神様とかね、いろんな神様があの入り込んで、サスさん、ヤコさんもいて、いろんな人があのあなたをコントロールして、例えば、そうですね、いや、具体的に言いましょう。今日、イトーヨーカドーで買い物をするということが決まっているとします。これは自分で決めたつもりですが、実際は、サスさん、ヤコさん、皆さんがね、話した、決めて、はい、イトーヨーカドー行ってね、明日ね、っていう信号を下ろすわけですよ。すると、ああ、そうだ、食材ないからそろそろイトーヨーカドーに買いに行こう、明日行こうっていう気持ちになるわけですね。で、イトーヨーカドーに行きます。で、イトーヨーカドーで何買おうかな、その時代の話してますよ。何買おうかな、今日、この夜ご飯をお魚にしようかなって思って行きます。すると、お魚が全部売り切れ。ああ、お魚にしようと思ったのに、好きなお魚、例えば、鮭が好きなんですけど、鮭がないわけですよね。で、普段食べてる鮭がなくて、もっと高い鮭があったりとか、塩振ってなくて生があったりとかですね。でもやっぱ鮭食べたいなと思って、あの生鮭買って、いや塩振って食べようと思うわけですよ。でしかも塩、あの 生の鮭ってすごく高いので、
ああ、高いなと思いながら、まあいいか、ちょっと割引されてるし、まあ、1割ぐらい、2割ぐらい割引されてるわけですよ。でも、普段買ってる鮭よりずっと高いわけですよね。で、いいや、塩振って食べようと思って買うわけですよ。で、この、本来だったら、その高い上に、その、普段食べてない味のものを食べるっていうのはあまりいいことじゃないじゃないですか。でも、鮭が食べたいという信号が強く送られてきてるので、なんとしてもそれを買ってしまうわけですよ。これも決まってたわけですね。この人はここで嫌な思いをするっていうのが決まってたわけです。で、次に、じゃあ鮭買ったし、サラダとか買おうかなと思ってサラダ売り場に行きます。たくさんサラダが並んでます。で、一人でね、食べるんだったら、出来合いのサラダを1個買ってしまえばいいのに、ここでレタスが安いわけですよ。それ、出来合いの、ちっちゃいね、サラダが150円。160円ぐらいしたとしたら、レタスが100円で売ってた。ああ、レタスの方が安いなと思って、レタスを買ってしまうわけですよね、ここで。すると、一玉全部を食べなきゃいけないわけですよ。後になって、ああ、100円でもこんなにたくさん買わなきゃよかった、腐らせちゃうって思うわけですよ。で、しかもそのサラダセットであれば、いろんな種類が入ってるのに、レタスだけ買うとレタスしかないわけですよね。次に、お惣菜コーナーにちょっと行って、あ、割引になってる。よかった、なんか買おうと思うわけですよね。だけど、普段買わないものが安くて買ってしまうと美味しくなかった。自分の好みの味ではなかったってことになるわけですね。で、この3つを買って家に帰ってくるわけですが、実際に食べようと思って鮭をその焼こうと思ったら、塩振ってない生鮭だから味が抜けてるわけですよね。塩鮭が好きな人間からしたら生はダメなんでね。生が好きな人が塩鮭がダメなのと一緒です。で、塩振って置いとこうと思うけど、そんなね、素人がちょっと塩振ったからって塩鮭になるわけなくて、ね、美味しく浸かるわけもないんですよ。で、ああって塩鮭買えばよかったなってなるわけですよね。で、レタスもたくさんあって、なんか鮭が失敗してるから、レタスが異様に目立つわけですよ。で、なおかつお惣菜で、まあいいやと思ったら、レタスと合わないお惣菜買っちゃったから、なんか、単品だけ食べて終わったなっていう不満足で終わる。まあ、これがその時代の当たり前なことだったんです。つまり、ペイの中の魂は何一つ選択せず、何一つ、自分では行動を決めてないんですよ。で、全て決まってるものを、信号が来て、ああ、やろうと思って衝動的にやるわけですね。で、最後、ああ、嫌な思いして、ああ、終わったって思うと、よしよし、よく頑張ったねっていう、どこかで見てる人が言うわけですよ。まあ、これは非常に簡単な例ですけど、それこそね、虐待だの、いじめだのある方は、まあ、たまったもんじゃないですけどね。で、これらが全て夢の中だったというわけですね。心は一切成長せず、ただただ嫌なことを体験しながら、魂がいろんな経験を積んで成熟していく、進化していく。これがその時代の、背景です。だから、その時代がすごい嫌な時代だったっていうイメージがどうしても残ってしまっていますが、これも間違いで、その時代にはその時代の良さもあったわけですよ。例えば、群れて遊ぶ。これからは、群れて遊ぶの、ね、ルールから外れますよね。王の時代は、まあ、いても4人まで。3人、2人。まあ、ほとんどが1人ですね。1人で行動しましょうっていう時代です。寂しいなって思わない時もないんですよ、やっぱり。みんなとワイワイしてたの、それは楽しかったなって思うわけですよ。あ、そうは、その楽しさがあったわけです。苦しさと同時に楽しさがあったんですね。それとか、その時代は、会社に所属すれば、学校に所属すればここと住みましたよね。でも今、これから各自が全員自立していきます。起業家としてね、独立するためにはいろんなハードルが待ってます。ね、今まで人に雇われて生活してきた人たちって、
営業力がないです、正直言って。営業っていうのは相手にそのじゃあこうしますよと言って強要することでもないし、自然発生的に湧いてくるもんなんですよ、営業っていうのは。自分が無理やりに作ることじゃないんですよ。仕事を取ってくることでもないんですね。これをやろうと思うんだけどどうかなって、やってくれないかって、あそうだいいですねって言った時にやってくれないかって言われて、あいいですよ人集めましょうかっていうふうに流れていくんですよ。ただ流れたからといって仕事ができるわけではなく、一つのことを完成させるためにはいろんなトラブルを乗り越えて、あこれがダメだったな、これがダメだったな、要は素的な感覚、その時代の感覚で行動すれば当然物事は失敗します。失敗して失敗して失敗しながらね、あもっとこうすればいいんだな、こうすればいいんだなと粘り強く考えていくことが次のステップになってきます。つまりその時代っていうのは何もしなくても、周りがみんなお膳立てしてくれてやってくれていた時代でもあったんです。嫌なことさえ我慢すれば自分がやってるようで実は自分がやっていなかったわけですよね。だからそうはその楽しさ、みんなで漏れるとか依存するとか、他人と関わることがすごく多かったですよね。ということで、今日は その時代はどんな時代だったのか、夢うつつだったんだというお話をしました。またねー。